バリトンギターを演奏するクリフトンハイドバリトンギターとはギターの亜種であり、通常のギターより長いスケール長と通常のギターより低い音域がその特徴である。明確な定義は存在しないが、一般的にフェンダー社のエレクトリックギターの25.5インチよりも長い27から8インチ程度のスケールを持つギターを指し、またその上限は30インチ程度までである。 1950年代にダイエレクトロが発表した当時にはそれほど脚光を浴びることはなかったが、その後そのユニークなサウンドがビーチボーイズの楽曲のヒットにより注目された。その張りのある音色を好んだブライアン・ウィルソンがタンオンリーフに使用することが主であった。以降カントリーミュージックや映画のサウンドトラック、特にマカロニウエスタンなどでそのサウンドが聴かれるようになったが、 この場合は、チック、タックベースと呼ばれる、ブリッジミュートを聞かせた音色が好まれ、コントラバス等のベースラインをなぞるような演奏法が用いられた。米国では、カントリー等に用いられる普遍的なものであり、パーツメーカーウォームスのレギュラーラインにバリトンのネックがあることが確認できる。これは通常使用のテレキャスターやストラトキャスターに、 ネック交換という形で取り付けることで28から5、8インチのバリトになるというもの。フェンダーカスタムショップ製のモデルが少数生産されることもある。現在でもその音色を好むアーティストたちによって使用されている。フィンガースタイルでコードを押さえ、親指でベースラインを兼ねていくような奏法を用いる奏者が好む傾向がある。特に90年代以降のヘビーメタルの分野で、 低域を駆使したサウンドが欲しい時に使われることが増えてきた。低音域のギターサウンドが欲しい時には通常のギターをダウンチューニングすることが一般的だが、ある程度以上になると弦のテンションの確保が難しく、また7弦ギターを使用するとコードフォームがノーマルギターと違ってくるため演奏が難しくなる。そういう理由から、 通常のギターと同じコードフォームで弾けるバリトンを選択するのである。通常のギターの調律から4度下げた BEADKB や5度下げた ADGCEA が使用され、特に明確な決まりはない。しかし、フェンダーベース6のように、ノーマルチューニングのギターを1オクターブ下げた EADGBE の場合、6弦から3弦は、ノーマルチューニングの4弦ベースと同じピッチになる。 ことから、ピッチのみに着目すれば、1オクターブ下げた、ギターイコールベースと考えることができ、いわゆる多弦ベースとの区別が曖昧になってしまう。一方、多彩なゲージを発売していることで知られる、アーニー・ボール社では、ダウンチューニングした際でも適切な弦のテンションを保つ、ことができるとしている、ノットイーブンスリンキーを、エレクトリックギターストリングスに分類し、6。 ストリングバリトンスリンキーをエレクトリックベースギターストリングに分類している。フェンダー社は25.5インチスケール、ギブソン社は24.75インチスケールの製品が多く、バリトンギターのスケールは28インチ前後のものが多いことを考慮すると、6、ストリングバリトンスリンキーは4度から5度下げのチューニングを想定しているものと推定できる。ありがとうございます。